ところでこのモンゴルのナーダムには実は3つのステータスがあります。そのステータスは何かと言いますと、まず第1はモンゴル相撲なんですね。そして競馬がございます。乗馬で馬に乗って競馬をする。でこれまた後でご紹介いたしますけれども、まあ日本の我が国あたりの競馬場で走るような競馬とは全くスケールが違います。だいたい日本走っているあのサラブレッドあたりはだいたい3キロぐらい走りますともうヒトヒトになってしまいます。ほとんどそれ以上は走らせません。ところがモンゴルのナーダムで走る距離というのはややもすると30キロとか40キロとか、まあマラソンコース並みのコースを馬が走るんですね。ですから馬とそれを操る乗り手が人馬一体となってその長距離レースを征服をするわけです。その乗馬が2つ目のステータス。3つ目のステータスは何かと言いますと厩舎、弓を得ることなんです。この3つはモンゴルでは、まあ、どうしても欠かすことのできないステータスだと言われております。さてこれからご登場いただきますのはその相撲踊りを、相撲モンゴル相撲の踊りを一つご紹介をしたいと思います。